皆様、こんにちは。遠藤です。今日のポイントは、マルチディスプレイの接続についてです。ということで、9月1日火曜日、今日の取引が終わりました。日経平均株価、こちら、解説をする前にですね、先にポイントについて簡単ではありますが、解説をいたします。今日のデイトレ生放送時にですね、皆様からご意見、あとご質問いただきまして、後で解説をしますという話をさせていただきました。マルチディスプレイの接続についてですね、必要な方のみ約2分程度のポイント解説とさせていただきますのでご視聴ください。で、その後ですね、日経等の解説といたします。まずですね、1台のノートパソコンに複数のモニターをですね、接続するんですが、こちら見えますでしょうか？見にくいでしょうかね。1台のメインとなるパソコン。この場合、今使っているのはノーパソになりますが、今、モニターを6台ですね、つなげております。で、これはですね、つなげているものが、ハブというものになるんですね。1台のノーパソに複数のモニターを接続するには、このハブというのをですね、使用して6画面にしております。で、具体的にですね、この6つの画面を上3個、そして下3個で、1つのハブに集約しまして、下の画面、3画面を1つのハブに集約。上の3つの画面を1つのハブに集約と。をして、USB でパソコンにつないでおります。で、この接続ですね。そんなに難しくはありませんので、皆さんの方で特に問題なくできるのではないかと思いますけれども、接続ができましたら、次に、ノート PC にですね、パソコンの画面設定を行っていただく形になります。で、パソコンのディスプレイ設定のタグをですね、クリックを押していただきますと、ディスプレイというのが出まして、その後、ディスプレイの配置。で、これを決めていただくんですね。で、画面設定については、皆さん、わかりやすい説明がですね、解説されておりますので、実際にディスプレイの配置画面をご確認ください。で、ご自身でできる内容ではあるんですけれども、接続が難しくてできないという方、あとはデイトレでしっかりと稼いだという方は、専門業者もありますので、そちらをお使いになって、いただくのも一つの方法ではないかというふうに考えます。で、なおですね、接続につきましては、我々が使っています IO データさんのリンク先を貼りますので、こちら参考にしてください。2分ぐらいですね。ということで、今日の日経平均株価についてお伝えをしていきます。今日の日経平均株価、終値は23,138円07銭ということで、昨日マイナス1円69銭、小幅な反落といっても、ほぼ同値ですね。ほぼ同値水準で超えております。今日1日を振り返ります。5分足だと切り替えていきましょう。このように昨日の終値を挟んで、丸1日が終えたという形になりまして、ニューヨーク市場はですね、ダウが反落しまして、ナスダックは上昇と、続伸ですね、史上最高値を更新と、まちまちの動きとなったということでありますが、日経平均はですね、ダウン反落、流れを受けまして、小安くスタートしました。小安くといっても、39円ほどでしょうかね。安くスタートしておりまして、リグ優勢でスタートしたんですけれども、その後すぐにプラ転しました。プラスに転換しましたが、買いは続かず、また再びにマイナスに転換。そしてそのまま23,000円のところを目指さずに、割らずにですね、揉み合う形。そして、買い戻しでしょうかね。入りまして、再びプラス転換するものを、23,200円のところに頭を抑えられて、結果、ほぼ、昨日と同じ、終値の水準という形で、プラス、ギリプラスで終えております。これが前場。そして、5番ですね。同様に、終値水準でのスタートとなりましたが、再び売られまして、売られたものの、また買い戻されて、昨日の終値水準を、さらに前場の揉み合いのレンジよりも狭い水準で推移しながら大引けを迎えたと。大引けを迎えたのもマイナス1円ということになります。ですので、出来高も含めますと、ほとんど動きがなく閑散とした状態で今日1日を終えたと。日経平均ですね。個別はかなり盛り上がりましたけれどもね。デイトレに関してはこの後お話をさせていただきます。冷やしチャート見ていきましょう。ローソク足は高値が切り下がりましたね。昨日の高値よりも切り下がりました。
で、今日、昨日の高値を捉えることはできませんでしたが、短期トレンドとしましては、安値切り上げ、高値切り上げが継続をしております。とはいえ、日足の MACD は、レッドクロスですね。になったかどうか、これ見てみますと、MACD。そうですね。レッドクロスとなっております。こちら、レッドクロス3日目という形になります。25日線、75日線の各移動平均線。これは上を向いてますね。25日線緩やかに上を向いています。75日線も緩やかに上を向いているんですけれども、レッドクロス中ということになっておりまして、上値も抑えられながら、下値も支えられているという、そういった状態。つまり、短期的な上昇なんですけども、揉んでいる状態ですね。上にも下にも行きにくいという形です。なぜか、マクリレッドクロス中ということなんですね。そして、週足、月足、こちらを見てみましょう。週足におきましては、昨日の解説と同様ですね。揉み合いが継続しているということになります。月足チャートにおきましても同様ですね。こちらも揉み合いが継続をしているということになっております。月足の移動平均線24ヶ月線はどうでしょうか？下を向いてますね。その下にローソク足が位置しているので、なかなか上がりにくいと、方向感が定まっていないということが見て取れます。以上からですね、明日以降の上下レベルとしましては、上レベルはですね、25日につけました8月25日の高値、23,431円04銭まで。これが一旦の上レベル。その上抜けすることがあれば、節目の24,000円までということになります。いずれ今行くと思いますけれども、今のところまだ上、抑えられているということですね。下レベルとしましては、8月28日につけました安値、22,594円79銭まで、その上に25日線がありますが、一旦この安値までと、で、さらにその下を行きますと、75日線まで。今日の75日線は22,378円20、千万ということになっております。で、デイトレにつきましてはですね、今日は前場デイトレライブ配信ありました。生放送ありましたね。ご参加されました皆様、利益確定された方々も、ロスカットされた方々も本当にお疲れ様でした。ジャスダックにつきましても今日強かったですし、マザーズ、こちらも強かったですね。特にマザーズに関しましては、年初来最高値を更新ということですね。ですので、今日はデイトレかなりしやすかったではないでしょうか。私も多くはですね、入らせていただきましたが、入った銘柄いずれもストップ高ということで、出前館と3アスタリスクですね、こちらやらせていただきました。で、現時点での明日以降の候補銘柄もありますが、こちらのツイッターの方ですね、SEK の株 TV のツイッターの方、こちらご確認いただければと思います。それでは今日の解説、説明ですね、長くなりましたが、以上とさせていただきます。皆様のチャンネル登録と、ぜひ高評価ボタン、こちらをお願いいたします。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。